吉田委員。じゃあね、まず生活保護に関してですね、いただいた資料の28ページ、外国人の生活保護ですけども、まあ、外国人の場合、これね、裁判にもなって、まあ、最高裁の方で、あくまで対象は国民なんだけど、まだただ行政の裁量で支給することはできるというふうな判決が出ました。じゃあね、さいたま市の場合、外国人274人生活保護支給してますけど、どういった在留資格の人に出してますか。生活福祉課長。生活福祉課長。すいません、確認して後ほど答弁させていただきます。すいません。いきなり私やろうとしたらそこで止まっちゃうんかい。そこで止まっちゃうってのはね、どうした、わかんない、どうした人に出してんだかわかんないなんて言われちゃったらね、徹底追及しますよ、だったら。じゃあね、ですね、まあ、これ1月に記事になりましたけども、千葉でガーナ人の男性が生活保護を支給、申請した、そして断られたっていうんで、今、裁判になってるんですよ。でね、この人は永住者でもない、で、働いてるわけ、ね、永住者じゃなくて、特定活動っていう資格で日本にいるんですよ。どういう内容かっていうと、病気の治療を目的とした資格っていうんでいるんですね。で、これ、こういった人、要するに病気を治すために日本に来てる人っていうのに生活保護を出すんですか、さいたま市も。生活福祉課長。生活福祉課長。お答えいたします。生活に困窮する方の、最低生活を保障するということですので、まあ、この外国人の方には準用という形で、取り扱いをしてますので、その状況でその方の置かれた状況を確認してですね、必要であればこちらの方で、保護をするという形になると思います。以上でございます。吉田委員。いや、千葉市は出してくんないというので裁判やってるんですよ。埼玉市は出すんですかね、生活困ってなって言ったらね。で、この人、新聞記事によると、支援団体の尽力で住民票を取得し、国保に加入できた、障害等級1級とされ、医療費は無料だ、でも生活苦しいというので生活保護申請してるんですよ。お伺いします、在留資格が特定活動、病気治療が目的で来た人っていうのは、国保に入れるんですか。千葉市は入れたんですよ、支援団体が尽力したら。で、障害等級1級となって、この人は人工透析ですけれども、医療費ただになるんですか、こういった障害認定もするんですか。国保年金課長。国保年金課長。申し訳ございません、今、手元に資料がないので、後ほど回答させていただきます。申し訳ございません。障害福祉課長。障害福祉課長。はい、お答えいたします。外国人登録が適正になされていましたら、障害認定の方は、いたします。以上でございます。吉田委員。いや、なんでこんなことを聞くかというと、さいたま市はね、浦和美村に順天堂大学の病院誘致してるわけですよ。でね、あれは国際先進医療センターってですね、順天堂の。要するに、もちろん地元の人を 見れるわけですけども、海外で治せなかった病気を日本の高度医療で治すと、そういった外国人を呼ぼうと、安倍さんもそういった方針やってた、国策で掲げてたんですけども、だからそういった海外から難病の人たちが来るんですよ。これ、さっき言ったね、特定活動、医療ビザで来るわけですよ。そういった人たちに国保で支給して、障害認定もしてただにして、さらに生活苦しいって言ったら生活保護も出すんですか、埼玉市。国保年金課長。国保年金課長。失礼いたしました。先ほど の, 在留資格、の件なんですけれども、医療目的の場合は国民健康保険には入れないことになっております。障害福祉課長。障害福祉課長。障害者の医療費の助成も国民健康保険入れてなければちょっと助成できないものと認識しております。以上でございます。生活福祉課長。生活福祉課長。お答えいたします。その状況をよく調査の上、最低生活を保障すべきという困窮状態でいうことであれば、話しますが、すいません、今を、その方確認よく調査をして判断します。ということで、すいません、以上でございます。生活福祉部長。生活福祉部長。お答えいたします。生活保護の受給の要件につきましてもですね、在留資格のある方、永住者ですとか定住者ですとか日本人の配偶者ですとか、そういった在留資格のある方が原則生活保護を受けられるようなことになっておりますので、またそれ以外のさまざま人道上の目的 の, 原則的以外の運用がございますので、そういった場合には国ですとか法務省、厚労省、労働省、それらの方の機関に確認した上で生活保護の適用云々を判断させていただくような状況でございます。吉田委員。でも特定目的医療っていうんでビザを取ってる、これは在留資格はあるってことですよね、そのために日本に滞在していっていうんだったら。
生活福祉部長。生活福祉部長。はい、原則とはちょっと違うんですけれども、目的としては当たるのかなというふうに認識しております。まあね、国保にしても身体障害にしても、この人は支援団体の尽力で千葉市は認めちゃってるわけですよ。ね、まあ埼玉市はそれはね、無理だって言いましたけども。で、こういった順天堂が国際先進医療センターに関して埼玉市に建てるというんで、これは主に県が交渉して、市では、都市戦略本部の方でいろいろやってるんでしょうけども、福祉部局にそういった話来ましたか、こういった外国人受け入れますよと。そうじゃないと、今言った生活保護の問題、国保の問題、障害認定の問題、やっぱり関わってくるわけじゃないですか、福祉部局にね、そういった人たちがどんと来たら、そういったのちゃんと福祉部局の方に話は来てるのか、でまた私は話す必要あると思うんですよ、順天堂ともね、また県や国ともね、それはどうお考えでしょう。生活福祉部長。生活福祉部長。お答えをいたします。私の知る限り今現在のところではそういった情報は寄せいただいていないと思っておりますので、そういった対応につきましては今後、国、各適用する制度の中で検討してまいりたいというふうに考えてございます。じゃあ最後に、まあ、本当にねこれ真面目な問題としてよくちゃんと順天堂とも話してください、国の方ともね。でちょっと確認ですけども、入院しちゃってると、病気で、で重い病気で入院してる中で役所行けないけども、生活保護とかこういった、そういった障害認定とかの申請はできるんですかね。生活福祉課長。生活福祉課長。お答えいたします。まあ、入院されて、申請に、まあ、当然来れないという方に関しては状況を聞きして、こちらからですね職員の方で出向いて、その際にもし必要であれば、申請したいということであれば、そういった申請を受け付けたりすることは、いつ、ま、これまでもやっております。はい、以上でございます。吉田委員。だってね、順天堂埼玉市内にできるんだから、全員申請するとしたら埼玉市に申請するわけですよ。だからね、本当に国とも病院ともきちんと話してください。